おはようございます、夕張です。これからバスへ向かいたいと思っております。送迎バスです。いや違う、待って、民間のバスですね。神経性というのもで、今日はちょっと遅れているのでダッシュしてます。とりあえず寒いっす、少ないっすね。もうそろそろもっと危ない感じだ。このマスクはと、なんとかじっと兼近夫婦でごめんなさいね、指ちゃって。19分ちょっと買ってますか。フラフライヤホンで面白みを待つという。まずは回転が回らない、なので結構バスで乗る前に柔軟したりしますね。そう、伝説のジャンプは毎日が修行だと、毎日が修行だと思ってるんでね。いや寒いな、やっぱ。19分、いけるっしょ。23分なんで、23分の間何をしてるか公開しましょう。夕張朝ルーティンという、ごめんなさいね、意図はないように気をつけてくださいね。この時間帯は本当は暗いんですよね。だけど今日は明るいですね。これから秘密の柔軟を見せましょう。あとでもう一人で。カラスが鳴いております。